さてではね、取り出し、散歩取り出し行こうと思います。まあでも疲れましたね。もうすぐ終わりだと思うとちょっと気が緩みますね。つけるときと同じですね。外すときはこうやってライン乗せてで同じです。で間 2.4mm のところで幅のやつで、あ、見えない、見えないか、外します。同じです。 2回転半ぐらい、で取り出すときが結構難しいですね。もうあんまり気にしないんであれば、このキムワイプのところにコンと下ろして、ああ回転しすぎてしまった、戻して、あとはもう閉めて終わりですね。ああ、あまりいい例じゃないのを見せてしまって申し訳ない。あまりいい例じゃないのを見せてしまった。もっと上手い例があるよっていう人が出てきそうですね。しょうがないですね。あとこれ画像があんまうまく見れてないので左でやってますけど、もちろん右手でやってもいいです。あと手袋も、もう同じやつがなかったという、このあまり強く回さないようにすればいいです。でこれを元に戻すと、よいしょっと、これでこうこうですね。一応例のためにやってるだけですからね、別にいいんですけど。あとはこうですね。でチップに戻すと、チップに戻します。で上と下、私どもは上と下ちゃんと書いてあります。上っていうのでどこに戻したかっていうのも書いてあります。ちょっとこれ上裏表もちゃんとチェックしながら戻します。うん、上の方でこれでよしと、こんで返して、あ、見えてないですか、ごめんなさい。まあいいです、見えてなくたっていいさ、ここに戻すことぐらいね、いいです、いいです。で戻して、ちゃんと戻しておくと、いうことですね。ピンセットの先端はちゃんときれいにしておくと、この先端もきれいにしておく。放電しないためには絶対に大事です。汚さないようにする。真空物用は真空物用で綺麗にしておく。であとこれをはめて、これちょっとあれでしたね。でこういうふうに入れておいてってことですね。あ、ちょっと今失敗しちゃった。これをはめて、これってことですね。もうここはちょっと触ってるから、もうこれも使えないですね。まあいいですけど、今のはちょっとよく悪いやり方なんでいけないですね。ちゃんと真空部分と真空部分でないのをちゃんと切り替えながらやらないといけないですね。まあ今のはこの手袋はもうすぐ捨てる予定なんでいいんですけど、ちゃんと本当は真空部分と真空部分でないのをちゃんと切り分けてやらないといけないです。で片付けると、片付けるね、こんなふうにボックスがありますので片付けます。でここにやると、まあ期間によってね、片付ける場所も決まってるでしょうから、それに合わせてもらいます。よしと、一応これでケース片付け終わりましたね。じゃあ次はですね、電圧の残りの終わりのシークエンスをやりと思います。